本命とありますが続けて深入りまいりましょう。こちらは産経新聞の記事を一部割愛してお伝えします。 WHO は12日付の報告で乳幼児向けの結核予防の BCG ワクチンが新型コロナウイルス感染を防ぐ可能性があるとの説について根拠はないとして使用を推奨しないと言明しました。 WHO は本来の目的以外に使われると供給不足を招き乳幼児がワクチンを受けられなくなり結核の発症や死者が増える可能性があると懸念。一方で2つの臨床試験が進行中で結果が判明次第、BCG ワクチンが新型コロナウイルスにも効くのかどうか WHO として判断するとしています。 BCG ワクチンの新型コロナウイルスへの有効性については日本ワクチン学会も今月現時点では否定も肯定ももちろん推奨もされないとする声明を発表。日本結核非結核性抗菌、失礼しました、日本結核非結核性抗三菌症学会も高齢者や免疫力の乏しい人に接種することで重篤な副作用が生じる事例があると警告していましたと、うん、なっております。そう、皮下注射とかするとダメなんですよ。あ、はい、そうなんですね。だから一応ね、この件に関してはですね、はい、WHO の言ってることは一部正しいです、はい、でチャイナの工作機関ってのは、ね、常にこうなんですよ、ちょっと正っていうか8割方正しいこと言うの、うん、2割多そうなんですよね、はい、なんで、まあ、WHO この件はその8割の方です、はい、で大人は打っちゃダメです今から、うん、打たないでください、はいはい、そういう意味での根拠はないです、ただその WHO もですね、それから日本その、まあワクチン学会でしたっけ、日本ワクチン学会も、はい、現時点では、まあその証拠がないと、統計的な相関は見られるけれども科学的根拠はないと、これもずっと私この話をするときに、科学的な因果関係は不明ですが、統計的な相関はどうもあるようですっていう言い方をしたと思うんですけど、これが分かんない人がいるんですよ、うん、要はそのもうテレビを見てるような情弱な人はじゃあ聞くの聞かないのどっちって始まるわけ。いやだから聞くの聞かないのじゃなくて、統計的な相関はあるけど科学的な因果関係は証明されてませんと、裏付けがねって聞いても、じゃあどっちなんだよってこうなる、こういうのがダメなんですよ。ドラマを見てる人はそういう、まあ、情弱な人はいないと思うんですけど、繰り返し言いますが、統計的な相関はどうもあるらしいということにはなってるんですが、科学的因果関係がまだ証明されていない、なので、大人が今から打つなんてバカなことは絶対にやめてください、子供の分がなくなるんで、はいはい、そういうことなんですよね。その辺の誤解はね、はい、そういう誤解はやめた方がいいと思います、はい、だからリスクコミュニケーションってすごい難しいんですよね、だからその、まあ、30年以内に大地震が起こるかどうかっていう話についても、あれも確率ですから、はい、でね、ね、中学高校で確率の勉強したでしょ、うん、みんな忘れてるんですよね。だ打率3割っていうのがで、3割バッターってすごいでしょ、野球の世界で、でもね、10回のうち7回は打てないわけですからね。まあまあそういうことですからね。ですよね、はい、その意味をちゃんと考えてほしいんですけど、頭悪い人はですね、じゃあ聞くの聞かないのどっちとか、お前が聞くって言ってたじゃないかって始まるわけですよ。頭悪いなと思うんですけど、もうこの相手にしてもしょうがないんで、あまりその請求にね、はい、やっぱりどうしても答えをじゃないんです、ということではなくてね、はいはい、今まで接種をした履歴のある国がどうも統計的な、まあ、かなり高い相関性を持って、そのウイルス の、 そのまあ予防もしくはその重症化をね防ぐということに効いているかもしれないと、はい、いうことは一応統計上はどうもまあそういう傾向が見えるんですが、何度も言いますが科学的因果関係はまだ証明されてないので、それは根拠ないんですよ、科学的根拠ないですから、今は。で、はい、で、臨床試験の結果を見て、どこにどういうふうに作用するのかってやるんですが、あくまでもこの臨床試験も、今まで打った人がどうなのかっていうのをやるんですよね。まあ、一応オーストラリアは未接種の国なんで、未接種の人が打ったらどうなるかって話をやるんですよ。すでに打った人が後でブーストするっていう試験はしませんから。はい、だから、今日本人はほとんど打ってますから。うちの母ちゃんですら打ってますからね。BCG 全員打たなきゃいけないってなった時に小学校2年生だったんですよ。武田先生と同い年なんで、で武田先生も打ったっつって言ってました。うちの母ちゃんも打ったっつってました、小学生の頃、痛かったんでよく覚えてるっつって、だから今70歳以上の人でも77歳とかですけど、打ってる人はいるんです、結構な割合で、はい、だから昔打った人がもう一回打つことに効果あるかどうかっていう実験は全世界で一つもやってないので、日本人が打つ意味は今のところ全くないですから、絶対に打たないでください。くれぐれもね、はい、はい、子供の分がなくなります。誤解のないように、ね、はい、お願いします、はい、お願いします。さあ、じゃあ最後のニュースは大高さんにお選びいただいてよろしいでしょうか。じゃあ河野さんの、はい、こちらですね、極めて、最後はこの話題で参りましょう。中国の軍事的挑発に極めてけしからんと、河野防衛大臣の発言ということで、これが最後のニュースで参りましょう。産経新聞の記事を一部割愛してお伝えします。河野太郎防衛大臣は13日東京都内で講演し、
新型コロナウイルスの感染が拡大する中で軍事的挑発行為を続けている中国について極めてけしからんと思っていると強く批判しました。感染拡大の中でも中国が南西諸島に軍